はい、吉田隆の教え方チャンネルです、えー。今日は国語の授業について少し話をしてみたいと思います。えー、これまで,でもですね、えー、気持ち悪いぐらい気持ちを問うような国語の授業はだめだというような発信をしてきたんですけれども、東京書籍の3年生の下の教科書に、湯菅村の小さな旅館という教材がありました。これ、教材研究をしてたんですけれども、いや、驚きましたね、えー。物語の仕掛けを読み取るというような課題が学習のメインになる。 教材を見つけましたこういう授業をね是非ね国語でやっていただきたいとこうすればね言葉を検討する授業になるというふうに思いましたということで今日は「物語の仕掛けを読み取る」ということについてお話をしていこうと思います。えー、全国国学学力学習状況調査の国語 小学校の場合物語教材っていうのは本当に数年に一度しか出されていないんですけどもね、えー、その中でも私強く印象に残っている問題があります、えー、まず平成29年度の学力学習状況調査の B 問題だったんですけれどもこれはキツネの写真という天羽公子さんの物語をもとに作られているものなんですけどもまあ 山野さんという主人公が山の中を案内してもらうんですよね、その時に松尾おじいさんと飛っていう子が出てくるんですけれども、お戻ってきて写真を見たら、その子の2人が狐だったっていう話なんですけれども、まあ、そこに至るまでにね、読んでいるこちら側には、どうもね、この松尾おじいさんや飛吉がね、狐じゃないかっていうふうに思われるような記述がいっぱいあるんですよね。えー、で、 えまあ最終的に写真に写ってたのは狐だっていうことでこう分かるんですけども、問題がですね、松尾おじいさんや飛び吉が狐だと考えたわけが話してあります、つまり、これを文章を読んだまあ田中さんっていう子がね、どうもね、松尾おじいさんや飛び吉ツ狐じゃないかと、そういうふうに考えた、ここから考えたよっていうことが書いてあるんですがね、あなたが田中さんならどのようなわけを話しますかと、つまり、狐だと考えた、その根拠となる文章を見つけて書きなさいっていう問題なんですよね。 えー、それからもう一つ、えー、令和4年度、今年ですね、えー、これはですね、えーまああの、自分と同じ名前の模型店に主人公が入るんですけども、そこで老人に会って説明を、ね、聞くんです、そこにある模型の。 ところがその模型がですね、自分が作ったものとそっくりなんですね、あるいは想像したものとそっくりなんですね。まあ、これは最終的にね、その老人はどうも自分の未来じゃないかということになっていくんですけども、こういう問題が出てますね。老人は未来の僕であると考え、他にもそのことがわかるところを探していますと。 まあ老人が未来の僕であると考えるところとして適切なものをまあ中略2つ選んでその番号を書きなさいこれもですね読んでいるうちにね老人が未来の僕じゃないかなというふうに読みては分かっていくんですけどもそういうふうに思ったのはどう書いてあるか,ですからですかということでその文書の根拠を聞いている問題なんですよね。 まあこれ、正直言いますと、私も実はこのような授業をしてますし、これまで公開してきたねえまあ教材分析もそのように書いてるんですけどね、それはですねやはり今まで私がねまあ学んできた国語の中で、やはり国語というのは文章を根拠としなければいけないという考え方が根強くあるからなんですよね。やはり国語というのは言葉を扱う教科ですから、まずね、 どうしてそう考えたのか、それはどこからかというような部分を通っていくような授業にしなければ、言葉を吟味する子どもたちが育っていかないというふうに思っているんです。はいえー、これまでののの授業とというのは根拠なる文章。まあ 国語の授業ですから教材文ですね教材文を読んで、その読み取ったこと、あるいは印象を話し合う授業が非常に多かったんですよね。えー、まあ印象というのは、気持ちなんかもそうですよね。ゴンはその時どんな気持ちだったでしょう。表示はどんな気持ちだったんでしょう。じいさんはどんな気持ちだったでしょう。と、こういうふうに聞いておくわけなんですよね。まあ、そのような印象を交換し合う授業も全く必要じゃないとは思います。 ですが、それはわずかであっていいと思うんですよね。つまり、印象というのは、もう,そう個人がどう思っているわけですから、噛み合わなくてもいいわけなんですよね。そうすると、だん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 言葉から離れていってしまうわけなんです。えー、でもですね、これからの国語の授業は、やはりもうちょっとね、文章に依拠した授業、そうじゃないとね、本当に自分も若い頃を振り返って、もう何をやっていいかわからなかったんですよね、授業って、国語の授業って。 こんだけ気持ちだけ話し合っていいのかっていうような思いが強くありました。えー、ね、えー、ですから、これからの国語の授業というのは、どうしてそういう印象を持ったのか、どうしてそういう読み取りができたのか、という根拠となる文章を問う形の授業であると。 あるべきだと思うんですよねその方が論理的です、えー、ですすから、まあ、国空の授業であっても私はまるだと考えました理由,はと理由はという部分、ね、その根拠のところを当事授業をやっていくべきだし全国学力学習状況調査でもこういう問題が出ているということですよね。そういう点でい、ね、まだに心情曲線の授業だとか、ね、気持ちを問う授業がちまたに氾濫していますがぜひ、ね、こういう授業の在り方を見直していっていただきたいなという,ふうに思っています。 冒頭で話した「悠菅村の小さな旅館」の方に話を戻しましょう通常物語というのはクライマックスっていうのがあるんですよね、まあ、そこで主人公の気持ちあるいは考え方ががらリと変わるとこの部分を見つけてその前後のあ主人公の気持ちの変化あるいは考え方の変化を通して取材に迫っていくというのが一般的なんですけども、まあ、いい物語っていうのはそのクライマックスに至る前の部分に伏線っていうのが潜ませてあるんですよね えー、この湯菅村の小さな旅館、東京書籍のね3年生の芸にある教材なんですけども、もうさぎの大根って副題がついてるんですけど、これ、どんな話かと言いますとね、まあ,ある女の子がね、えー、忙しいちっちゃな旅館にねお手伝いにやってきて、おかみさんを助けるって話なんですけども、もどうもこの女の子の言動の中にね不思議なものがいくつかあるんですよね。おかみさんは不思議だなぁと思いつつも、その女の子と一緒に働いていくわけなんですけども、も最後にねそのうさぎさんがね、まあ,あごめん なさい女の子ががねウサギだってことわかるんですよねまあいわゆるクライマックスの部分はウサギだってわかるところなんですけどもその前段にはね、えー、さっき言ったように不思議な部分あとで考えればウサギだったのかっていう部分がいっぱいこう織り込んでやるわけなんですよね。でこのの教材ではその 美月って女の子なんですけどもね美月さんがウサギであることをし表す仕掛けを探すっていうのが課題に設定されてるわけなんですよねこれは文章中にいっぱいありますね、えー、それを子どもたちに見つけさせていくつまり根拠となる文章を見つけさせていく授業なんですよね こういう授業というか,ですか、ね、こういう単元が、ね、あるんだということに私は驚きを覚えました。えー、先ほどね、全国学力学習状況調査の話をしましたが、やはりこういう、ね、根拠をね、えー、見つけて話し合うと、こういう授業をね、これからどんどん増やしていってほしいというふうに思いました。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。